新世界の神ポコエフロンだということで、今回はフォートモでスイッチ勢を煽り散らかすっていう動画を撮りたいと思います。でね、まあフォートモで僕口喧嘩になった時にスイッチ勢に負けるはずがないんですよね。ということで今からスイッチ勢と喧嘩していきます。あ、どうもどうも、こんにちは。はいはい、ちょっといきなりなんですけど、あ、一緒にクリエやりませんか？クリエ、うん、ああ、タイマンってこと？タイマンもするけど、あの俺が出した島で対決とか。ああ、いいよいいよ、やろっか。じゃあありがとうございます。じゃあちょっとフレンド送るからちょっとなってほしい。送っといた、もうなってる。あ、なった。ああ、オッケーオッケー、じゃあやろっか。オッケー、あ、じゃあちょっと招待するわ。オッケー、はいはい。きつ、あー、来た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 、鼻息キッズ、これは来たぞ来たぞ来たぞと、鼻息キッズ来たぞと。え、名前なんだっけあいつ。喜びに満ち溢れすぎて、さっきのやつの名前がわかんない。はい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 、よしよし、やるか。オッケー、ちょっと弱いっすけどいいっすか？あー、俺も弱いから大丈夫だよ。今さっき買ったこれ。あ、このスキンを、うん。プランを考えよう。プランはまず最初は優しくすると。優しくするんだけど、タイマンが始まった瞬間俺がボコボコにします。その瞬間下打ちしまくって煽りまくります。それでいきましょう。プランこれです。決まり。ちょっとなんか僕一回ちょっとタイマンしたいなと思ってんで、一回ちょっとタイマンしません？ボスだけ。いいっすよ。はいはい、お願いします。あのハブでこれとか、うん、ずっと続けようとしてて、これとかやってハブに戻ってると自分ではこの状態だけど、うん、で相手から見るとこの状態でこうなってる。すげえ、やばー、いいね、俺もやりたい。ってことでやりますか？オッケー、楽しみだな、なんか強そうだな。おお、まさかのいきなりだった。ちょっと待って。あ、いやいやいや、全然大丈夫全然大丈夫。なぜ気づかないんだ、なぜなんだ。今ガッツリ下打ちしたんだから、なぜこいつは気づかねえ。よし、やるか。あ、フレンド申請来た、なんか。嘘、なんだろうね。まあ気にしなくていいよ、行こう行こう。ちょっと待って。うんうん、他とかしなくて大丈夫だよ、大丈夫大丈夫、もうそのまま行こう多分。オッケー、はい、うん。なんかさ、口から扇風機出てる？うん、いや、あ、出てないか。オッケーオッケーオッケー、だったら大丈夫だよ。ちょっと待って、設定ちょっといじるわ。あー、設定ね、オッケー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 、設定いじろうか。どういうことだ、最打ちという概念がない説。あ、なるほど。じゃあここはもう口で言うしかないのか。じゃあ口で行こう、次から。ザコザコと。何やってんの今、設定？うん、設定いじってんの？そうそうそう。あのなんか風量のさ、調整とかもできる？風量って何？あ、風、あ、あの間違えました、すいません、なんでもないです。最近やってなかったから。あー、なるほどね。それでなんかちょっと風が吹いてるみたいな。風が吹いている、息が吹いている、君の息が吹えている。おっつーバカ。あ、すいませんすいません、なんか弟が後ろで叫んでたんですけど、見ないでください。弟とゲーム部屋一緒なんですよ。へー、そうそうそう、弟がなんかね後ろからめっちゃ暴言吐いてるから、ちょっとあんま気にしないでね。オッケー、もう次ガチで煽りに行こう。ザコザコ、え、下手だからね、何か下手だからだよ、 ID 通りだなお前はよ。オッケー、あと一戦で次の、あ、次のとこ島出していい？あ、いいよいいよいいよ、次の君の島ちょっと出して。なんかね、俺の島さ、なんか俺めちゃくちゃ得意な島で、うん、閉じ込められた、ちょっと待って、狙え。はい、名前通り下手だからね、下手ですね、おつにだ、雑魚すぎ。ほう、
あ、ごめん、なんか後ろから弟がさ、弟が見てんのよ、俺のプレイ。それでなんかちょっと言ってるの。そう、ごめんね、ごめんね。俺の島、俺がさ、出す島さ、あ、対マンじゃないけどいい？あ、いいよ、対マンじゃなくていいよ。じゃあ、ちょっと行こうか。通じたんだけど通じたんだけど、え、それ、そこじゃ出せないよ、君の島。君の島、あれでしょ、こっから。じゃあ、じゃあ、俺の島だと、うんうん、まあ、普通にあるっちゃあるんだけど、うんうん、あの、違うさ、次の島、うん。あ、違う次の島。あ、君の島は見せてくんないの？あ、いいよ。あ、君の島の、なんか、見せてよ。おすすめの。多分これだから。あ、オッケーオッケーオッケー。何これ？すげえ！お城じゃん。あ、これ空浮けないの？上から見たい。オッケー。はいはい。はい。あ、ありがとうありがとう。上から見ましょう、これを。え、なんかすげえ！なんか、お城みたいになってんの？これお城？そう、お城。すげえ！この前ここで建築対決で、うん、お城っていうアイディアが出て、お城作って、うん、今ね、木の部分をレンガにしようと思ってる。あ、ね、すげえこれ、綺麗、えげつないね。めちゃくちゃさ、うん、いい対決だったんだけど、うん、なんとなくこっちの方が勝つって決められた。あ、なるほどね、すげえな、さすがだわ。なんかそういう才能あるよね。建築はね、うん、お城ともう一つ作れる。あ、そうなの。他には何が作れるの？まあ、低クオリティだけど、うんうんうん、ハートとか。すげえ。こんなすごいんだ。あとね、俺が作れるのはで、すごいこのお城。いやー、もっと見てたかったけど、なんかもう見れなくなるかもな。なんだこれ、なんかバグってね。なんこれ、お前じゃね。俺、俺なんもしないよ。え、どうしたどうしたどうした、これどういうこと、どういう状況。あ、なんか壊れてるよこれ。え、なんか壊れてるって。くれないですか、僕に権限。いや、ごめん、俺もう一回作ってあげるから、ごめん、作ってあげるから、もう一回作ってあげるから。これ壊されて今どんな気持ち？うん、よくわかんない。うざい、うん、ゴミ、ムカつく、ゴミ。だって君が俺に対マン4回も負けたのが悪いんだよ。だって君の方が強かったらさすがに俺もさ、こんなことしないけど、君より俺の方が強いから。世の中は弱肉強食ですから、強い人の方が偉いんですよね。そうは思いませんか？こっちだよ、ほら、おいでおいで、こっちこっち、こっちだって。何やってんの、俺ここだよ、来て見て見て、こっち、そこに、そん中いないよ俺。知ってるしこっちだから。なんかすごいいい形になったじゃん、お城、俺のおかげで。ボロ屋敷みたいな風になったじゃん。俺こっちの方が好きだよ、俺ボロ屋敷の方が。ボロ屋敷の方が俺好きだよ。てってれー、ドッキリでした。僕 YouTube やってるんですけど、うん、島を荒らして悪い人に見せかけたら、まあ、どういう反応するのかと。で、まあ、お詫びにはなるんですけど、お詫びに、まあ、ギフトをねプレゼントするっていうのをやってて、はい、あとこの島の復元をちゃんと僕も一緒に手伝おうかなみたいな、ギフトもしてあげるっていう。欲しいスキンは何ですか？ちょっと待って、え、じゃあちょっと教えて。何が？そのやつ。このやつって何？あのさ、YouTube の。あ、 YouTube、 そう、 YouTube じゃあ後で教えてね。とりあえずギフトを送るから何が欲しい？見ないとわかんない。まあ、ナルトとかあるからナルトとかでいいじゃん。うん、 あ、 あ、オッケーオッケー。じゃあこの島も一緒に作り直そう。俺がもっとすごいの作ってあげるわ。オッケー、それならいいよ。うん、うん、ごめんね。いや、さっきよりすごいの作るぞ。もう俺のせいでああなっちゃったから、本当にマジでごめんね。え、いいよ。あ、優しいな。むちゃくちゃ爆弾ある。何にもないよ。ほら、よっしゃー。でもこれ証拠取ってるからね。証拠取ってる？なんで？